こんにちは。こんにちは。はい、今日はプロ野球ニュースでおなじみの、はい、堤優香という。堤優香です。よろしくお願いします。ね、はい、私が主賓でね、はい、結婚式の時は喋ったと。あの時ありがとうございました。本当に。あの話で良かったんかなと思うぐらいの話だけど。そうそう、あのセリーグの順位表とそう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 夫婦の大事なことを絡めてそうそうそう喋るっていう話分かったか。最後はあの西武ライオンズのような夫婦になれっていう。そうそうそう。西武ライオンズ相当ちょっと偏ってるけどな。投手陣と野手陣。な。はい、去年のあれですかね。そうそうそう。はい、あと高校球児の。うん。あ、私はこれ話早かったですね。あのチャンネルチャンネルの話セカンドチャンネルです、ね、順番があるからな、はい、一応段取りっちゅうもんあるよ。これ編集なし編集なしで嘘編集なしで言えやろ、はい、何を聞きたいの。え、私から聞いてるんですか。もちろんですよ。 あ俺から言った方がいいか。あ、まあセカンドチャンネル知ってるか。分かんないです。いや、セカンドチャンネルも立ち上げたんです。セカンドチャンネルは、まあ、緩い編集なしみたいな感じで、まあまあその雑感を撮ってるというかさ、まあ、最初はキニワさんっていうスカウト界のもうスーパースターというさ、その方が亡くなられたっていうことと、はい、次はあの屋敷かなめというスーパーカットで知ってる、はい、豊さんの。そう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 、はい、でこの前たまたま球場いたからさ、おちょっと撮ろうぜっつって撮った、まあ、そういう緩い感じで撮っていこうと思って、よろしくお願いします。お願いします。はい、で何、高校球児、まあ相方な。え、どうしたんですか今日は。私呼ばれてなあ、はい、もう演技下手やな。いやいや、高校球児は、はい、まあいろいろ話をしたんだよ、はい、でお笑いと YouTube と、まあやっぱり YouTube の方で撮影日がこう決まってるじゃない、はい、で撮影日に合わなくなってきてたんだよ、忙しくなってきて。え、すごい。いや、すごくはない、まだ大したことない大したことはないんだけど、はい、そういうので、うん、お前どっちつかずになったらいかんから、だからお前どっちをとりあえず選ぶんだって言ったら、いや、まだお笑いをやりたいですって言うから、うん、じゃあお前そっちでやっぱりこう二頭追うもの一頭も得ずでさ、だからお前もうとりあえず頑張ってみろと、だから YouTube のことはもうちょっと外れてやってみろということで、まあ話をしたんだよね。まあそれでまあまあコメントでもあるんだよね。なんかちょっとしたにわかファンが増えちゃってさ。でもまあゲストでね、まあまあたまーに呼ぶかも、ほんとごくたまーに。いや、でもまたなんかこう中途半端になったらいかんから、だから野球でもそうなんだよ。だから遊びと野球とって、まあお金が入って遊ぶ、なんか遊びにプロ野球のユニフォーム着てんのか本当に野球で名を上げていきたいのかわからないやつがね、やっぱ中にいるんだよ。やっぱそういうんだったらもう花輪さんがきっかけだったかな。あ、ゲストでいらっしゃってた。そう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 、はい、やっぱ花輪さんっていうのはこう一流じゃない、やっぱこう入ってったっていうからさ、お笑いの方だからお前たちもちょっと頑張ってみろということで背中を押したって、じゃあ頑張ってきますということで、まあそういう話があったんだ。だからなかなか言うタイミングがなくてさ、コラボとかいろいろあって、あ、だからちょっと言えなかったけども、はいはいはい、まあそういうことです。いろいろお相手はいろいろこれからも変わっていくと思いますけど、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということで、うん、今日は何の話ですか。山田哲人。おお、お前アナウンサーか。お前回せよ。お前、あ、私が回すのか。お前何のため来たの。お前が野球のこと話してたってもうしょうがないだろ。あ、そうかそうかそうか。そうだろ。そういうことなんですね。だから俺に質問しろ。俺のテンション上げていけっつって。あ、ソース。ソースじゃないんだよ。もう一回やりたいです。じゃあもう一回やろう。はい。はい、何？今日は山田哲人選手の。はい、お、何でしょう。俺の話をしてください。お前ものすごくうる覚えで来てんな今日。いや、ちょっとね、本当にあの今日何をするかをちょっと聞いてなかったんで、いや、それが面白いんだよ。確かに。やっぱり用意周到でさ、うん、原稿読むみたいに読まれたんでさ、うん、面白くないね。確かに。あと豊さんは特にそうですよね。そうそうそう、まあ、初見がいいからな、うん、絶対な、うん、だから、まあ、昨日横浜スタジアムで、うん、昨日っつったら何日だ、14日、1回に盗塁試みて山田哲人がアウトになったんだ、うん、俺ね、放送席で見てたの。ああ、中継してたの。山田、あ、スタート切ったってものすごいいいスタートだったの、うん、アウトになった。どうでした球場の雰囲気。いや、俺瞬間はアウトだと思ったんだよね。いいスタート切ったけど、うん、いいスタート切ったけど伊藤がめちゃくちゃいい球投げた。もう本当にもうベースがあったらもうここポンと落とすだけ。まあそれでも、あ、際どいっちゃ際どいなと思ってて、記録もかかってるじゃん、
更新中だったから、そうですよね、絶対リクエストを出すなと思って小川さんが小画面でリクエスト出したんだよ。大画面の人もいるからね小画面の控えめに小画面のはい、いや出したんだけど、まあそれは当然出すわなと思ってて、うん、で何回もスロー VTR がこう流れるじゃない、はい、で見ててやっぱ砂煙が上がるからわからないんだよ、うん、そうですよね、うん、これはね審判どっちを取るかなっていうぐらい際どかった。で山田哲人はセーフだと思ってんだね、当然自分からリクエスト出してくれって言われたから、うん、言ってたから。でランナーって自分がアウトかセーフかっていうのは大体こう裸でわかるんだよね。へえ、あ、そうですか。大体スタート切った時から大体あセーフだっていうのがわかるんだよね。じゃ山田選手は自信があったんですね、うん、だけど球が思ったよりも良すぎたということ、伊藤光ので、まあわからなくなったんだけどリクエストの結果アウトになって記録が途絶えたと。まあ残念な結果なんだけど、でも選手同士ってこう話をするんだよね、セカンドベースで。外がタッチしたと、うんうん、ね、はい、外のコメントはセーフだなって言ってたんだよ。ええー、いや、やっぱ野手もタッチした感覚は分かるんだよ。あ、そうですか、うん、あ、これセーフだと思ってアウトラッキーみたいな。でも今はリクエストがあるから、あ、これはもう厳格に審査されるなっていうような感じで、で、テツトもセーフだと思ってるじゃん。だけどセカンドベース上で外とした会話が、いやセーフだなとか言って、いや俺もセーフだと思うとか言って、選手同士はセーフだっていうのがもう決まってたんだよ。そしたらアウト。そう、確かにね。でもビデオ見るとアウトっちゃアウトだし、セーフだ、セーフっちゃセーフ、うん、もうビデオでももうスローでもわからないぐらいのもう際どいタイミング。でもあの一瞬で記録が途絶えるわけだからね。そうですよね、うん、でも33校だっけな、うん、連続で成功してるって、うん、すごいよな。今シーズン初めて、もうこの終盤になって残り10試合でやっとアウトだから、それは伊藤はもうなんか連盟表彰されてもいいぐらいだよね。いや、そうですよね。そのぐらいの価値あるよな。本当にこの盗塁の技術って素人から見ると、あのスタートと、うん、あと足の入れ方、こうシュッとなんていうんですか、スライディングだろ、スライディング。お前大丈夫か、大丈夫か、スライディングだと思ったんですけど山田選手はなんかこうプラスアルファで何がこう中間層が伸びる、え、どういうことですか中間層、あ、グッとスピードが、うん、そう 3S って言われてるんだよ、スタート、スピード、スライディングって、はいはいはい、3つの S が整ったら成功するって言われてるんだよ。で山田はその3つ大体全てが揃うね。それはスタートの良さと、スタートが浮かないんだよ。こうやってこう浮いちゃうと推進力が上に行って中間層が乗らないんだけど、スッとこう行くからこの中間層が伸びていくんだよ。それをそのスピードをスライディングに生かしてる。だからアウトにならなかったんだけど、でも外の話は笑うよな。俺もセーフだと思うって、お前、ね、やってんだと、いやアウトだろって言うぐらい言っとけよみたいなでも肌感覚でわかるからね、タッチしたら肌感で、あ、これはセーフだなっていうのがね。じゃあめちゃくちゃ悔しかったですよね山田さん。あ、だからこうやって頭抱えてたじゃん、え、なんでこれがアウトみたいな。そうですよね。でもそれまでの盗塁っていうのは楽勝にセーフだったからね、うん、はいはい。で、なんか解説者が、いや山田は特別足が速くはないんだけどとかなんとかっていう話から、はい、真中呼んだ時に、はい、真中が出てきてくれた時にテレビにね、はい、真中が、山田哲人って足速い、そんなに速くないのかって言ったら、いやあいつめちゃくちゃ速いですよって、やっぱチーム1だっつってた、うん、だからまあやっぱそのぐらいの足がないと成功なんないよね。速くないって思ってる解説者の人がいるのがびっくりしました。いや、でもね、特別ね、力感があるわけじゃないし。そうですか。速く走る見え方でもないんだよ。あ、そうですか。で、成功率が高いから、成功率が高いからっていうか、アウトになんないからすごいびっくりしてたというかさ。速く見える選手って誰ですか、例えば。例えば昔で言えば松井稼頭央だとか。ああ。もう見るからに力強いし、速いじゃない。勢いありますね。あと金子とか西武の、うん、ああ確かに。いやだけど山田哲人っていうのはなんか車で言えばよ、音もなくスーッとスタートしていくっていう、そんなイメージだよね。
静かに静かに、うん、なんかスマートっていう感じですよね。あでも記録の途絶え方ってあっけないな。いや本当ですよ。しかもこの9月もう終わりなあ、はい、いや金本のさ連続試合出場の記録も、はい、走らんでいいのに走ってアウトになってチェンジになって代打で出てたんだよ。だから記録がなくなっちゃったんだよ。そっか、うん、アウトにならなければ、アウトにならなきゃ打席で結果を何でもいいから出せば記録が途絶えてないんだけど、なんか記録の途絶え方っていうのは意外にあっけないなっていうのを感じた。ね、そうですね。まあまあでもこれからも彼だったらまた自分の記録に向かって進んでってもらえるから、まあ進んでってくれると思うしね。だからまあまた期待しましょう、うん、ね、はい、はい。